はい、こんにちは、高野圭介です。タイトルにもある通り、シートバッティングを行いました。早速ですが、結果をこちらの方に載せておきます。今日はこのシートバッティングと、5月16日現在、台湾で発生した新型コロナウイルスによる台湾プロ野球への影響の2点、お話ししていこうかなと思います。その話をする前になんですけど、僕は10日くらい前から、1軍の方に、帯同しております。1軍の方に帯同しながら調整して、いろんな球場にも行きましたので、全てではないですけど、球場の映像もね、兼ねて、見ていただこうかなと思います。中信兄弟の本拠地、台中にあるインターコンチネンタル野球場は、2006年にできた綺麗な球場で、内外野ともに綺麗な天然芝で、国際大会にも使われるいいグラウンドとなっています。今日休日練習で軽くジョギングしてたんですけど、すごく気持ちよかったですよ。さて、本題の話をしていこうかなと思います。まず、シートバッティングからお話ししていこうかなと思います。先ほどから、出てると思うんですけど、結果はこちらの通りになってます。打者10人に対して、被安打が1、無四球、5奪三振という結果でした。シート打撃というか、ライブ BP という形式なんですけど、実際に野手が守っているわけではないので、被安打の部分は、なんとなくっていう判定にはなります。客観的に見ても、外野への飛球は2本で、そのうち1本がヒット性だったと思います。およそ3ヶ月ぶりぐらいの打者への投球の中で、結果だけ見ると、試合に投げていく階段を上がったんではないかなというところで、ひとまず胸をなで下ろせるような結果になったんではないかなと思っています。特にストレート、カット、スプリットあたりは、思ったところに投げることもできましたし、空振りを狙ったりファウルを取れたりっていうところで、そのあたりの投げ分けはすごくうまくいったんじゃないかなと思ってます。その反面、前回の立ち上げの動画でカーブがいいかもしれないからどんどん使っていこうっていう話をしましたが、この日は精度があんまり良くなかったですね。高めに抜けたり、それを直そうとして引っ掛けてしまったり、そのあたりを直していくことが次の課題じゃないかなと思ってます。ですが、カーブ自体は回転数が2800から2900ぐらいあったんで、ボールの強度自体はある程度あるものだと思ってます。なので、やっぱりそのボールの質とかっていうよりは、ある程度精度の問題を改善していく必要があるかなと思いました。今回のライブ BP では、ストレート、カット、スプリットのコントロールが、ある程度良くて、ストレートはね、まだ90マイル程度でしたけど、もうちょっとスピードが出てくる感じもありましたし、思っているよりは良かったなと思います。ストレートの回転数は確か2300前後ぐらいでしたね。はい、逆に言えば今回のライブ BP を投げてみて、カーブの部分に、修正ポイントがすごく出たので、次の登板はそこにしっかりとフォーカスしてカーブを投げていければいいなというふうに思ってます。ストレートで空振りを取れているっていうところもありましたし、3ヶ月ぶりに投げてみて、打者相手に思ったところに投げれたっていうところで、感触自体は、悪くはないですね。隔離期間の時に散々言っていた、隔離のせいでパフォーマンスが出せなくて、調整がうまくいけるかなっていう不安は、ありましたが、そのあたりの不安の胸のつっかえは、ひとまず取れたっていう形でいいと思います。今後うまく状態が上がっていければ、5月の20日に、2軍の試合の方で登板する予定となってますので、しっかりと調整して、投げていきたいと思います。2つ目は、台湾に新型コロナウイルスが久しぶりに発生しました。発生したタイミングで台湾プロ野球 CBBL は、全試合をね、即無観客試合にしました。この辺りのね、対応はね、台湾もそうですし、台湾プロ野球のね、対応はね、凄まじく早いなと思いました。もちろんね、チームも即日外出、外食禁止令も、出ましたね。そして、昨日、おととい、14日、15日ですね、チーム本体が台北で味全ドラゴンズとの試合があったのですが、すぐさま中止の発表を行い、本拠地台中の方にもう戻ってきました。台湾自体もコロナの警戒レベルを即引き上げにしましたし、コロナの抑え込みにかかっているので、これ以上ね、感染拡大せずに沈静化して、再び観客を入れた中で野球ができることを選手もファンの皆さんも願っていると思います。自分にできる防衛策と野球の調整をしっかりと行って、自分のパフォーマンスをしっかり出していけるように頑張っていこうと思います。最後になりますが、最近 YouTube ライブを、基本日曜日か月曜日の方で夜の方にやってるんで、ぜひよかったら見に来てください。それじゃあまた。